林雄一は、大阪府出身の俳優、元歌舞伎役者、タレントである。昭和39年に、東方に入社。名は、旧漢字表記で、林雄一。日本舞踊、林龍の宗家でもある。曾祖父は、大阪の歌舞伎役者初代中村元次郎。祖父も歌舞伎役者の2代目、林又一郎で、父の林俊夫は、4代目。 坂田東十郎や中村玉夫とはいとこの関係にあたり一時は歌舞伎役者として活動していた。母は映画女優の北見玲子また女優の日田恵子は母方の重視である。また、戦前、戦後を通じ期待の二枚目俳優として人気だった長谷川和は義理の王子にあたり一時で仕入りしていた。1958年大阪歌舞伎座初舞台。 映画やテレビでは、小形健とダブル主演を果たし、ミソラヒバリの相手役を10作品以上こなすなど、時代劇スターとして様々な作品で活躍。その見事な盾と甘いマスクを活かし、主人公を追い詰める敵役や女心を表遊ぶ色悪を演じる場合も少なくない。1977年には、女優、歌手の小川智子と結婚するの後に離婚した。 1988年に再婚し4校を設けている。1994年、第20回、菊田和夫演劇賞受賞。2007年には、自宅のリフォームをめぐるトラブルをネタにワイドショーの長寿となった。林流は、与一の祖父、又一郎が1951年に創始した。その死後、与一が二代目家元を継ぎ、その後は花。 柳ぎらみはの長男、林刑事が三代目を継承。与一は、宗家となった。笑っていいとも。の、身内自慢コンテストに、推薦人として参加したことがある。しかし番組スタッフは林だと気づかずにオーディションを、進めてしまったが、本番で登場した時に、コーナー司会をしていた、関根勤に、あれ林与一さんですかと気づいてもらえた。後日、笑っていいとも。 増刊号で、林洋一さん大変失礼いたしましたと謝罪し、オーディションの模様が放送された。ちなみに林は、同コーナーで、知り合いの松平健二のインド人を紹介した。林が、潔癖症であることから、関根が出演していたラジオ番組、小さ金では青。では、関根やリスナーから、長年の間ネタにされていた。生まれ変わったら、女性になりたいと発言している。 家庭では家事、洗濯、アイロンがけ等を自らこなし、TV で紹介される占いは早朝、深夜でも見ている。また一人でディズニーランドへ行ったり、ケーキが食べたいなと思えば、電車で20分かけて食べに行くほど感覚が乙女であると自覚している。ツイッターも始めており、ファンと交流を深めるなど気さくなところを見せるほか、牛丼やカップ麺など、 庶民的な食事をとる様子もたびたびアップしている。映画、ネズミ小僧二郎吉より、右が林よ一左は姿美智子ほか多数ありがとうございます。